白鯨潜水艦が就役し、3000トン級対鯨型潜水艦が2隻就役で、潜水艦の性能が、と、機動力が飛躍的にアップしています。今回は、白鯨潜水艦就役で、22隻体制への確立と、中国とロシアの抑止効果を詳しく見ていきますね。世界でも、トップの静粛性、中国海軍も、怖いですよね。あんなに爆音上げる潜水艦は。2022年末に、2023年度からの防衛予算の大幅な引き上げを行うことを確定させた日本だが、そこでは、これまで保有を自重してきた長射程の攻撃用兵器をスタンドオフミサイルとして装備することが大きく報じられている。日本政府は、こうした性格の兵器の総称を反撃能力と称することに変更し、従来までは敵基地攻撃能力と呼ばれていた攻撃的なニュアンスを多分に含んだイメージを払拭し、自衛隊が装備することを後押ししている。こうした反撃能力やスタンドオフミサイルの代表としては、現状では、陸上自衛隊が配備を進めている一二式地対艦誘導弾、その能力向上型が筆頭に挙げられ、従来百数十キロメートルであった射程距離を大幅に延伸する計画である。一二式地対艦誘導弾の能力向上型の最大射程距離は、まず第一段階で、およそ 900km ほどとなり、続いて、第2段階では、およそ 1500km ほどに達する予定とされており、名称こそ同時物ながら、ミサイル本体は、ほぼ別物と言ってよいだろう。加えて、一二式地対艦誘導弾能力向上型では、現在の地上発射型に加えて、航空機から発射を行う形式や、艦艇に搭載して、発射を行う形式など運用手法の多様化も並行して展開されることとなり、国産の主力ミサイルとなる予定である。しかし、こうした一二式地対艦誘導弾の能力向上型は、未だ開発段階であることから、それまでのその種の兵器の隙間を埋める装備として、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する案も並行して進められることが報じられている。一二式地対艦誘導弾にせよ、トマホーク巡航ミサイルにせよ、飛翔する速度は、亜音速であるため、最大の仮想敵国である中国側から、見た場合には迎撃しやすく、大金を投じて、自衛隊が装備することは、時代遅れだとの批判の声も生じている。これは、すでに、飛翔速度が、優にマッハ5を超えるような、いわゆる、極、超音速兵器が実用化されてきていることに対し、それらと比して、亜音速のミサイルの実用性は、廃れつつあるとの見方なのだろうが、まだ、極、超音速兵器が主流であるとまでは言えない。亜音速の巡航ミサイルであろうと、敵の目標に対して、その防空能力を超える、数の飽和攻撃を行えばよいだけの話であり、すでに、数々の中東方面での実戦で使用されたトマホーク巡航ミサイルの有効性は未だ失われてはいないだろう。こうした一二式地対艦誘導弾の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルは今後の海上自衛隊においては VLS 垂直発射艦を装備する水上戦闘艦の標準的な兵装となる位置づけであり、対艦対地攻撃両方に使用可能となるものだ。今後は、実証実験艦を通して、潜水艦へ、VLS、垂直発射艦を装備する、試験も行われることが決定しており、海上自衛隊の潜水艦という括りにも、新たなカテゴリーが増やされていく、可能性があり、続報には、留意が必要だと思われる。2023年2月時点において、海上自衛隊が実戦配備を行っている潜水艦の総数は22隻であり、これは、現在では国家防衛戦略という名称へと
変更がなされた、当時の2011年度の防衛大綱に基づくもので、昨年2022年3月に実現した体制である。その時点では、潜水艦22隻の内訳は、古い方から、順に、親潮型が9隻、双竜型が12隻、太平型が1隻で構成されており、今年2023年3月にも、最新鋭の太平型の2番艦、枠芸が就役を予定している状態である。すでに、太平型の3番艦、神芸も、来年2024年3月の就役が見込まれており、今年の枠芸の就役時点から、最も古い親潮型3番艦の渦潮以降の艦艇が、順に実戦配備から退く形になると予想されている。直近で実戦配備から外された潜水艦は、これまでの海上自衛隊での例を鑑みれば、一旦は練習用の潜水艦へと艦籍が変更されることが通例であるため、渦潮もその線が濃厚だが、それ以前の艦艇がどうなるのかも注目ではないだろうか。いたずらに練習用の潜水艦の数を増加させることも非効率ではないかと思えるので、一部を保管状態とするのではないかと考えるが、水上におけるそうしたモスポール状態が有効なのか否かは非常に個人的には気になる点でもある。2022年末の新たな国家防衛戦略においても、潜水艦隊の数は22隻体制と現状維持であったため、こうしたやりくりが発生すると思われるが、いずれにせ、よ現在の22隻体制で、同時に稼働する潜水艦が7隻以上を確保したと言えるだろう。これは、艦艇の場合、配備、訓練、メンテナンスの3つの工程を絶えず繰り返す必要があるためで、およそ3分の1、つまりおよそ7隻ずつ、で、このサイクルを回していると考えられ、そう考えると、22隻体制でも、実際の稼働は、思ったよりも少ない。また、現時点で実戦配備されている親潮型、そう、竜型、太平型は、大まかに言えば、型ごとに、推進機構の構成が異なるという状態にあり、配備、訓練、メンテナンスの3つの工程でも、それぞれに対応する必要が生じている。最も古い親潮型の推進機構の構成は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターというもので、これは、第一次世界大戦で潜水艦が登場時して以来、通常動力型の基本の構成として、1世紀もわたって継続されてきた形式である。続く、そう、竜型では、1番艦の双竜から10番艦の小竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに加え、非待機依存推進を実現するスターリング機関まで搭載しており、当時は非常に注目を集めた。通常動力型の潜水艦は、言うまでもなく、燃料補給がほとんど不要で、排気を生じない原子力推進型の潜水艦に比べて、連続航行時間に劣り、その点をいかに補うのかが、近年の最大のポイントとなっており、その回答の一つが、双竜型10番艦までと言えた。対して、同じ通常動力型の潜水艦の中では、ドイツなどでは、燃料電池を用いた非待機依存推進が採用され、比較的、近海域を活動領域とする海軍においては、こうした形式も評価され、韓国やトルコなどにも輸出に成功している。しかし、日本の海上自衛隊においては、そう、竜型の11番艦、双竜以降、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターという構成が採用されることになり、最新型の太平型でも、
この形式を踏襲する形を続けている。カタログスペックのみで比較した場合、そう、流型1番艦から10番艦までは、水中出力8000馬力、水中速度20ノットだったものが、11番艦以後は、同5600馬力、同18ノットと低下している状態だが、運用効率は、格段に向上したとめされている。これは、出力の、割に、大きく重量があった、スターリング機関の搭載を廃止し、リチウムイオン蓄電池とモーターに絞ることで、機関構成をシンプルに戻した結果、最大値よりも、持続時間を重視したことで、運用が容易になったと言われている。そう、流型の11番艦、横流以降で取り入れられた、このディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターという機関構成は、タイゲイ型では、当初より、その運用で設計が施されているため、なお、一層、スペース効率等にも活かされている。タイゲイ型からは、海上自衛隊の潜水艦として、初の女性自衛官が乗り組むことを実現しており、そのために区切られた居住スペースの確保には、機関構成を簡略化したことで得られたスペースが割り当てられた結果とも目されている。オーストラリアが2020年9月に電撃的にアメリカとイギリスとの間で締結したオーカスも続き、それまでの政策を大転換して、原子力潜水艦の保有に踏み出して、以後は日本でもその議論が高まっているが、未だしばらくは通常動力型が主力の状態は続くだろう。